大東は日本海軍の解剖艦。普遍的には日降り型解剖艦の2番艦とされており、本艦をウグル型解剖艦に含める文献も存在するが、海軍省が定めた艦艇類別等級ではミクラ型解剖艦の9番艦、マル級計画の解剖艦港型第3 1 5号艦型の24番艦、歌唱艦名第333号艦として計画。 1942年2月14日、解剖艦オツ型の基本計画の決定により、第322号艦型に計画変更。1943年7月5日、解剖艦改めオツ型の設計が完了したため、第310号艦型と第320号艦型の未機構艦のうち8隻は、基本計画番号 E20 ビットに従って建造されることになったが、 日立造船に建造が割り当てられた本館を含む三席は、洋兵側から要望のあった、総海具を装備し、三式爆雷投射機装備型と並行して建造されることになった。1944年4月17日、日立造船株式会社桜島造船所で寄港。6月5日、大東と命名。本席を、佐世保陳守府と仮定され、 ミクラ型解剖艦の9番艦に定められる。24日、浸水。8月7日、春行し、本席を、佐世保沈樹府、駅務を、佐世保沈樹府警備解剖艦にそれぞれ定められる。同日付で、5防備戦隊に編入され、軍隊区分分護防備部隊、第2部隊の旅行第500潜水艦を相手に、基礎実力連生教育にあたる。9月11日、 海上護衛総司令部第一海上護衛隊に編入。12日から15日まで、呉海軍交渉で整備し、佐世保へ開港。23日、未2 1戦団を護衛するため佐世保発、高尾まで同戦団に同行し、高尾からは、玉28戦団を護衛。マニラ到着後にサンジャックへ向かい、10月22日に非 76A 戦団と合流した。 28日まで同戦団に同行してから分離し、30日に、たも27戦団を護衛した顔発、11月5日、もじき、6日から10日まで、佐世保海軍交渉で、修理整備。15日、新編された第101戦隊に編入。以後内地台湾間の護衛20九1945年1月12日、非86戦団を護衛中に空襲を受け、 ウクルラ残存艦と共に、海南東にレバヤシへ向かう。14日から20日までにレバヤシの海南海軍工作部で、応急修理。21日、ユタ15戦団を護衛し、ニレ林発。首相と陣川を経由して2月7日に、大東湾儀。2月12日から3月6日まで、佐世保海軍交渉で、入居修理。入居中の二月十二日から十六日まで。 第801海軍航空隊作戦指揮下に編入。3月10日、もし01戦団を護衛して、上海に向け文字発。24日に文字帰着。25日、第101戦隊は、戦時編成から除かれ、大東は第1護衛艦隊に編入。4月25日、第22海防隊に編入。ウクルと共に、体内区分第2小隊に配される。 終戦時は、小樽に所在。8月25日、佐世保鎮守府第一予備解剖官に定められる。11月16日、津島海峡東水道で、総海産業中に植来し沈没。艦長の西部定蔵詳細課26名が、殉職した。20日、帝国解剖官席から除かれた。内崎剛大医。 1944年7月5日から1944年8月7日、内崎強大尉、少佐、1944年8月7日から1945年5月20日西武帝、三少佐、1945年5月20日から1945年11月16日順職。同日付人海軍中佐これは、第315艦型の価格であり、 基本計画番号 E20 ビットとしての価格ではない。この数字は特殊兵を含まない。丸九計画の当初計画での番数。後、基本計画番号 E20 の建造は予定を繰り上げて第320号館を第一館とした。ありがとうございます。